世界料理大賞とは日本テレビで開局記念番組として公開生放送された単発の料理対決番組。第1回は開局30年の1983年4月3日に放送され、第2回は開局35年の1988年4月9日に放送された。いずれもネッスルの一社提供。番組の模様は 同局より単行本として出版されている。世界の十数カ国の一流シェフが赤坂プリンスホテルのクリスタルパレスに集結し、料理世界一の腕を競う模様を審査風景と共に生中継する。第1回ではオードブル部門とメインディッシュ部門に分かれ各国の特徴を生かした料理を求め、第2回では 規定課題として指定された日本の旬の素材を必ず使い、また別のカテゴリーから一つ以上を選んで使う条件、自由課題として各国の特徴を活かした料理を求めるという二つの課題が出された。専門審査員、特別審査員、一般審査員が審査する。また世界各国の料理を現地リポートした模様も放送。第1回では 来賓として、当時外務大臣だった、安倍晋太郎が途中から出席した。第1回、第2回ともフランスが優勝した。戦術の通り、第1回は、同局の開局30周年の記念番組の一つだが、スポンサーのネッスルの創立80周年の記念番組でもあり、ネッスルスペシャル世界料理大賞として放送された。第2回は、同局の開局35周年。 同じくネッスルの創立85周年の記念番組としてネッスルスペシャル第2回世界料理大賞のタイトルで放送された。2021年現在第2回の開催が最後の開催となっている。第2回の優勝はタイのキャベツ包みバラ仕立てを作ったフランスのフィリップ・グルーで同志の下で修行したフィリップ・バットンは1996年同志料理対決番組 料理の鉄人において、二代目、フレンチの鉄人こと、坂井博之に勝利を収め、同年、全日本フランス人シェフの会会長に就任している。第二回は、ネッスルの冠無スポンサー番組として放送されたが、広島テレビ放送では、プロ野球、広島東洋カープ対阪神タイガー,アース戦中継を、全編ローカルスポンサーで放送したため、 翌日4月10日の15時25分から17時20分にスポンサーごと移動してクれネットされた。このため番組宣伝のスポット CM も広島テレビが独自に制作したものを使用していた。中継内で実況を担当した脇田義信アナウンサーはスポンサーのご行為による旨であることを説明していた。ありがとうございます。